こんにちは。じゃあ、かわいい顔してくださいよ、4歳のお姉さん。お姉さんはこれからどちらへ向かうんですか？知らない。知らないよね。趣味？何にも知らないで、連れ去られる。どこに行くかな？お誕生日の旅行だね。今日と明日はスーちゃんが主役だから、スーちゃんがやりたいこといっぱいできるって。あ、見て。早く高速降りて、今からエリカちゃん迎えに行きます。スーちゃん、右前見て。あの黄色のやつ何？プリンセスのお家。すごいね。何ここ、プリンセスのお家みたいだったね今。ごめんね、遅くなって。スーちゃん、さっきプリンセスのお家あったよ。見て、今日スーちゃん可愛い靴だよ。新しい靴だね。うん、買ってもらったママ。スーちゃんのお洋服で作った。そうなの？スーちゃんの赤ちゃんのお洋服で作った。もうちっちゃいから。なになに？ミッキーの電車。なんであれ可愛いね。海があるから。なにあれ？パパ、スーちゃん今日目綺麗でしょ。綺麗。どうしたの？お化粧してんの？ママみたいにしてる。ビューラーしたんだよね。着いたよ、ホテルに。シェラトングラン東京ベイホテル。かわいい。ね、見て見て、子供にこんなにちっちゃいんですか？かわいいです。そうだよね。かわいい。そう、全部撮るとこが下にあるね。かわいい。かわいいね。かわいいね。あら、ベッドの上なんかある。ベッドの上何がある？スーちゃん、これ読めるでしょ。これ読めるでしょ。これスーちゃんのメダルかな。スーちゃん、ほんとだ。じゃあ見てみ、そのケーキ何でできてる？もう食べちゃう。じゃあやだ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 。これ食べれんじゃない？この S、 この S もしかして S を食べれそうだな。あ、食べれる S だ。なんかすごい子供ウェルカムのホテルだね。おお。すごい、オーシャンビューだ。すげえ。わあ、しかもさ、ここ夕日が落ちるやつだ。すーちゃん、すごいのあるよ。あれ、あそこプール？夏がプールで使います。あ、そうなんだ。あ、本当だ、お風呂にペンギンさんがいる。このダンサーなんかすごいいいじゃんね。こういう子供向けのホテル初めてだね。あ、スーちゃん用じゃん、これ。何？子供用のなんかあるんじゃない？スーちゃん、キッズランドがあるんだって。行きたい人、行きたい人。かわいいですよね。おー、じゃあ、うわー、すごい、すごいね。すごいすごい、頑張れ。手まず触って、よしよっしゃー。それタッチしたの？すごいね。なんだ？お、ぐるぐる回るやつだ。もうちょっとした。立って立って、そっと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 。いやーだスーちゃんはあんまりサプライズが好きじゃないみたい。ちょっとね、ドキドキしちゃうからね。だから今からスーちゃんも一緒にバースデーパーティーの飾り付けを一緒にしたいみたい。見て、これ回ってきてるよ。ここにケーキにする。あ、そうしようか。このテーブル、いいよ。スーちゃん一緒にプーしようよ。いいよ。開いてる、でっかいの。あ、できた。ウィー。見て、これハートだよ。やったじゃん。Oh.
こう？そう。こうだね。そう。牛向いている。ファミリーホテルだから子供がいっぱいだからなんか気兼ねない。めっちゃ可愛い。アルコール付き飲み放題出てあります。お子様のことに付き合ってあります。こんなに食べれる？もっと？今日はスーちゃんお誕生日プレート、スーちゃんの好きなものだけのプレートでございます。いただきます。わー、ローストビーフも美味しそう。今はフレンチフェアだから、ローストビーフもあるし、フレンチのちょっとおしゃれなタルタルとかいろんなものがあって、いろいろあったね。前菜もいっぱいだったし、メインコースもいっぱいだった。フレンチ。なんかこんなに家族で楽しめるホテルって初めて来たね。バイバーイ。スーちゃん、ハッピーブルデイ。ハッピーブルデイ。おめでとう。おめでとう。今日から4歳のお姉さん。うっかり3歳って間違わないでしょ。そうだよ。もうお姉さんだよ。スーちゃん、パパがケーキ用意してくからちょっとだけ待ってて、だってエリカちゃんとママと3人で待っとこう。じゃあパパよろしく頼んだ、このカメラを任しとけ。準備が整いました。こんな感じで、こんな感じになりました。では行ってきます。覚えてた。これちゃんと約束したからさ。ああ、バースデーカード。うん。おめでとう、スーちゃん、ハッピーバースデー。4歳のスーちゃん、おめでとう。おめでとう。何か素敵なものがあるよ。これ誰のお花だっけ？これね。京都のおじいちゃんとおばあちゃんがね、すーちゃんベルになったからベルのお花だよ、だって。それでまだあるよ、すーちゃん。これ何？なんだ、これ何？すーちゃん、うわー、ベルのお猫じゃん。お、すごいね。素敵。ベルになる？なってみる？プリンセスすごい素敵。慣れてんね。おー、自分でできんだ。おめでとう。おめでとう。すっごいよく似合うね。ベル、ハッピーバースデー。このベルはかなり活動的ですよ。鏡で見て。プリンセスクックブック。あ、ベル。ベルいた。いいお誕生日になったね。4歳おめでとう、すーちゃん。明日？なんと、明日は初めて、すーちゃんディズニーランドに行きます。嬉しい？これ着ていく？やったー、嬉しい人、ディズニーシーク人。はーい、チョコ大好き。自己図書こうか。パパが一緒に書く。いいよ、一緒に書く。じゃあちょっとママが何してるか見てみるね。まあ、スーちゃんこの絵見て。これ明日のスーちゃんのドレスだよ。どうかな。着てみる、スーちゃん一回。あとここで行けるか。ちょっと動かない。次こっちする。あの肩を上げれば。肩
とあげたらいいよね。あ、できた。おー、あのディズニーシーに着ていくドレスができましたよ、お姉さん。納豆もあるよ。あとね、ハムとか。スーちゃんはクロワッサンとオムレツとスモークサーモンとフルーツ。いただきます。朝ごはんもすっごい充実の内容で食べきれませんぐらいいろんな種類があります。エリカちゃん、ディズニーランド何回目？ディズニーシー70とか80とかランドは300ぐらい。すごい、びっくりした。ちょっと想像以上だった。すごい。最近スーちゃんがね、ディズニーにハマってプリンセスにハマってるのもエリカちゃんにディズニーチャンネルを教えてもらってアニメを見てるからその影響もあって、で今回はスーちゃんに4歳になってディズニー行ったことないから、実は私も東京に10年住んでてディズニーに来たことがなかったから身近にこんなに詳しい方がいるのでエリカちゃんに連れてってもらおうっていうスーちゃんのお誕生日旅行なんです。昨日さ、エリカちゃんとスーちゃんのさためのディズニー攻略マニュアル、攻略マニュアルを買いできてくれてディズニーはね、今営利目的の映像の撮影を禁止しているようなので、今回は動画はディズニーに入る入り口までで、あとは家族で家庭客と楽しんできます。これでね、スーちゃんね、お姉さんだからこうするのが好きなの。ほら、かわいいでしょ。素敵、いいじゃん。見て、すーちゃんの花。あー、かわいい、バラ。これも魔法の花よ。お姉さんって手袋ここに置くんだよ。手袋取るときにここに置くの。お姉さんの上に、うん、それがお姉さん。あ、そうなんだ。バランスンディングです。肘掴むときはこうしてやるの。そうやってやるのもお姉さんいいな、うん、かわいい。それがお姉さん。すーちゃん、一個ずつ覚えてくるの。5歳になっても、4歳になっても、3歳になっても、2歳になっても、覚えていくのよ。一つずつ？うん。昨日みたいにパチパチってやりたい。ビューラーしたい？いいよ。したらプリンセスの魔法にいっぱい歩けるようになる。うぅー！いっぱい歩けるようになる。ディズニーの中で？うん。素敵。いい感じよ。バイバーイ。行ってきまーす。スーちゃんディズニーシー行くよ。初めてのディズニーシーに行ってきまーす。プリンセス行ってきます。レッツゴー。ただいま。ハッピーバースデーのシールもらえてみたね。これは初めてディズニーにデビューしたのよ。よく並んだし、よく遊んだし、楽しかったね。ママ、スーちゃん楽しんでたね。めっちゃ嬉しかった。ね、全部のプリンセスの名前はもう分かってたし、話の内容も知ってるし、ね、何よりショーが超楽しそうだね、スーちゃんね。いい誕生日になってよかった。エリカちゃん、感謝だ。ありがとうね、エリカちゃん。こっちのキッズコーナーもいいね。パンダのパンさんもあるし、ドーナツもあるよ。お、上手じゃん、上手上手。あ、できた。ちょっとふわふわ感が違うね。OK、 イエーイ。どうでしたか、スーちゃん、プリンセス。楽しかった？また来たい？よかった。ママもありがとう。じゃあ、チェックアウトしましょう。素敵なお部屋でした。シェラトングランデ東京ベイさん、ありがとうございました。お家に帰りたいと思います。ディズニーから帰ってきた3人とも真面目に仕事しています。社長があちらでオンライン会議をしています。